ここから先は、応用編ということで、いくつか、トピック、飛び飛びの感じになりますけれども、いくつかのトピックについて、説明をさせていただきます。最初に、熱応力解析について説明をさせていただきます。応力解析と熱解析、二つ並べてこう紹介してしまったので、ちょっと熱応力解析につきまして、ちょっと中で、頭の中が混乱してしまったという方はおられるかと思いますけれども、そこの部分、もう一回整理したいと思います。原則ですね、熱応力の解析というのは、熱解析は関係なくて、応力解析の中だけで行うことができます。応力解析の正解析で、熱荷重のオプションを選択していただくと、もうそれだけで熱応力の解析が可能なので、基本的に熱の解析は関係ないです。で、応力解析の中で行うことができます。まあ、ちょっと後からそうでもないんですけどっていう話をするんですけれども、まあ、まず、原則としては、熱荷重解析は応力解析の中での、話だというふうにご理解ください。前半部分でも少し紹介はしたんですけれども、簡単におさらいをしたいと思います。熱荷重で反りが発生するバイメタル、2枚の、別の種類の金属を貼り合わせた、板物ですね。これが温度変化でどのような変形を起こすかということを解析する場合には、こういう設定になるんですけれども、まず、ソルバーの選択、解析の種類としては応力解析でして、で、この応力解析の中の正解析を選んでいただいて、熱荷重を選ぶ。もうこれでいいわけなんですけれども、で、さらに、基準温度、応力のない状態、普段の状態を25度、そして85度の時にどんな風に変形するかを見たいという風に設定していただければ、こういう解析結果が得られます。で、ここで一点注意なんですけれども、基準温度、到達温度、いずれも部材全体の温度になっていると、いうことになります。まあ、何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、まあ、とにかく室温が25度で、何から何まで全部25度という時には何の変形もありませんよと。で、部屋全体というか、まあ、例えば高温層の中にこのものを入れて、85度にした時にはこんな風になりますよという結果です。で、もう一つ、もう少し実践的な、解析をしたいということあるかと思います。どういうことかと言いますと、基板の上に発熱するチップを実装します。で、発熱するチップが1ワットで発熱しましたと。で、その時には、当然何らかの温度分布が発生します。で、まあ、全体が85度とか、全体が50度とか、そんなことはないわけですね。で、発熱チップの一部が熱くなっていて、まあ、周りの方はほとんど室温と変わらないというような温度分布になると思うんですが、こういうふうに自然な分布が発生した時の、熱荷重、熱応力が計算したいよということは当然あるかと思います。その場合には、応力解析と熱解析の両方を、使うというやり方になります。で、その方法について、今からちょっと、ご説明したいと思います。まず何をするかというと、ソルバーの選択というところで、すいません、ちょっと説明が抜けてますけれども、ソルバーの選択で、応力解析と熱解析の2つにチェックを入れていただきます。で、その上で、応力解析の中では、先ほどと同じように、正解析と熱荷重を選択いただきます。で、その状態でですね、先ほどと同様の、熱解析のタブを開いていただくと、そうだ。すいません、なんか、やり直しさせてください。スライド1枚間違えてました。温度が分布を持つ場合、説明抜けてなかったですね。申し訳ありません。まず、解析条件の設定で、ソルバーの選択の中で、熱解析と応力解析の2つにチェックを入れていただきます。で、その上で、基準温度の設定のところですね。この熱荷重の設定のところでは、基準温度だけを入れていただくという形になります。例えばこの例ですと、0度の時に、無応力ですよという、基準の温度をここに入れていただきます。で、ダイアログの中にも注意書きが出るんですけれども、
到達温度は熱解析の計算結果が引用されますというふうに書いてますので、まあ、こういう設定をしていただくことで、まず何をするかというと、熱解析を行ってます。まあ、ここが1ワットで発熱します。で、周りが25度です。で、まあ、自然対流の境界条件をつけましたと。で、言うと、まあ、こういう温度分布が得られるわけですけれども、この温度分布そのものを到達温度として使いますというような設定になります。なので、全体が85度ですよ。全体が50度ですよ。そういうことではなくて、熱解析を走らせた後に、その結果を到達温度として使うということが、こちらの設定で可能になります。なので、熱解析と応力解析を組み合わせることによって、自然な温度分布が発生した、する場合の熱応力を、まあ、まず自然な温度分布ってどんなものなのかを熱解析で計算した後に、その計算結果を用いて、応力解析の中で熱応力を計算させるということが可能になります。話はどんどん変わっていきます。で、何か質問ある方、都度、挙手いただきたいんですけれども、ここまでで何か質問ある方おられますか？あ、はい。あ、高速条件は、必要になります。今質問いただきました。ですね、こちらの事例で、応力を設定するときに、応力的な意味で何か拘束は必要ないのかという質問をいただいてます。もちろんですね、応力解析に必要な拘束条件というのが別途必要になっていて、その設定に関しましてはちょっと説明不合上割愛させていただいてます。ただですね、一つフェムテットの特徴になるんですけれども、こちらの事例に限って言えば、応力的な拘束条件一切必要ないです。どう言えばいいんでしょう。チューブラリンになっている構造体の解析をする場合、通常のシミュレーターですと、例えば3点なら3点ぐらい、こう、ちょっと拘束をして、モデル全体がどっかに飛んでいかないようにしなきゃいけないんですけれども、フェムテットは、ちょっとヌルベクトル処理っていう特殊な処理をしてまして、そういう平行移動に関しましては、拘束をしなくても、平行移動を抑え込むような内部処理をしてますので、この事例に関しましては拘束条件は必要ないです。まあ、ただ、一般的な話としまして、熱応力の連性解析をする場合には、熱的な拘束条件、応力に関する拘束条件、それぞれ適切に設定していただく必要はあります。あ、他にご質問ある方おられますか？そしたら続きまして、対象モデルの進めということで、説明をさせていただきます。ですね、ちょっと次のページにさせていただきまして、あ、すみません、やっぱり戻ります。まあ、今までももう散々出てきた事例ですけれども、基板の上に発熱するチップが乗っていますよと。で、この発熱するチップを乗せた時の温度分布が解析したいですと。いうときに、まあ、当然当たり前ですけれども、基板の上にチップが乗ったような、条件で解析をするんですけれども、このときにちょっとしたテクニックを使うことで、モデル全体を解析する必要はなくて、4分の1だけを切り出して解析するということが可能です。これは、まあ、前提としては、モデルに対称性があるということが前提になっているんですけれども、もう完全な、まあ、長方形なら長方形で、まあ、その中心に、やっぱり長方形のチップが乗ってますよ、というような時には、4分割しても完全に4つが対称の状態になります。こういった対称性がある場合には、ちょっとした工夫で、モデルを小さくすることができます。で、小さくすると、当然、計算規模が小さくなるので、計算早くなりますし、余った計算パワーをよりメッシュを細かくして、計算精度を上げると、いうようなことにも使えますので、できる場合には、対称性を利用して、モデルを小さくするということをしていただきたいと思います。例えば、こちらの事例で言いますと、まあ、チップがあります。発熱するチップが基板の上に乗ってます。で、4分の1に切り出しましたというときに、どういうことをするかと言いますと、
この断面ですね。あの、4分割した断面に断熱の境界条件というのを貼ってしまいます。断熱というのは熱流速のやり取りがありませんよと。熱のやり取りがありませんよという、そういう境界条件なんですけれども、その上で解析を走らせることによって、4分割しないで解析したときと全く同じ計算結果を得ることができます。まあ、なぜそういうことになるかと言いますと、もうお気づきの方おられるかと思いますけれども、実際にはですね、この断面の向こうには何があるかというと、自分と全く同じものがあるわけですね。双子の兄弟が向こうにいます。で、この場合、直感的に考えて、自分が相手に渡す熱と、相手が自分に渡してくる熱っていうのは絶対同じはずなので、実質的には、この断面では熱のやり取りは発生しないということがわかります。なので、わざわざ相手を、双子の相手をこっちにもこっちにも作るのではなくって、もうぶった切ってしまって、もう断面では熱のやり取りがありませんというふうに、設定していただくことで、4分の1の領域を解析することで、もうあたかも全体を、解析したかのような解析結果を得ることができるということがあります。こういったものを、対象モデルというふうに呼ぶんですけれども、解析のテクニックとして、モデルに対象性があるときには、うまく対象モデルを作れないかということを、お考えいただきたいと思います。同様にですね、今の事例、熱応力の解析でもほとんど同じことができます。熱だけではなくて、応力の解析ですね。これについても全く同じテクニックが使えまして、全く同じモデルで、もう熱応力の解析までしたいですという時でも、やっぱり4分の1モデルを使うことができます。どういうことかと言いますと、今度は断面に断熱だけではなくって、例えば、X 軸に垂直な断面であれば、X 方向には変異しませんという境界条件を入れてあげます。で、Y 軸方向の断面に関しましては、Y 方向には変異しませんというような境界条件を入れてあげます。まあ、こうすると、まあ、先ほどと全く同じ説明になるんですけれども、向こう側には双子の相手がいます。で、双子の相手は同じ力で引っ張り合うので、絶対にこの中間の断面上の線は、方線方向には動けないんですね。なので、方線方向には線は動きませんというような境界条件を与えることで、4分の1に解析領域を減らしても、同等の解析が可能になります。フェムテットの中には少し便利な機能がありまして、今申し上げたような考え方で、ご自身で、実際にはじゃあ、この断面にはどんな条件、境界条件を入れなきゃいけないのかなということを考えて設定していただいてもいいんですけれども、フェムテットの境界条件の設定の中には、対象面という境界条件があります。これを選択していただくと、まあ、自動的にフェムテットが、まあ、この場合だったら、こういう境界条件になりますね、ということを、判断して、あたかも向こう側に双子の相手がいるかと、ような境界条件を自動的に選択して、フェムテットがつけてくれるという機能があります。なので、まあ、ちょっと、対象なんだけれども、どういう境界条件がいいのかよくわからないという時には、この対象の境界条件というのを選んでいただくと、便利にお使いいただくことができます。で、もう一つ、対象の境界条件を選んでいただいたときに便利なことがありまして、4分の1モデルで例えば解析が終わりましたと。で、解析ができたんですけれども、まあ、シミュレーションの結果っていうのは時々プレゼンに使いたいというような場合があって、4分の1モデルのままではちょっと見栄えが悪いですというようなことあるかと思います。で、そのような場合でもですね、この対象の境界条件というのを使っておいていただくと、まあ、フェムテットは内部的に、お客様はこれ、分割モデル使われたんだなというふうに判断できますので、全体のモデル表示ということが可能になります。なので、ご自身で、熱だからここが断熱だというふうに判断して境界条件使われた場合には、フェムテットは本当の断熱なのか、お客様が対象のつもりで使われたのかわからないので、フルモデル表示っていうのはできないんですけれども、対象の境界条件というのを積極的に使っていただくと、最後の結果表示の時に、フルモデル表示ということも可能になります。
続きまして、外部境界条件について説明をさせていただきます。フェムテット実際にお使いの皆様の中に、この境界条件というものの一覧の中に、外部境界条件というのがあって、これ何だろうと思われた方おられるかと思うんですけれども、これについて説明をさせていただきます。少し堅苦しい話になるんですけれども、フェムテットは、有限要素法という、方法を使ったシミュレーターになります。こういったシミュレーター全般に関して言えることなんですけれども、本当にうるさいことを言うとですね、作っていただいたモデルの外周面のすべてには、何らかの境界条件が付けられていないといけないです。本当は。温度であれば、ここは断熱です。ここは25度です。ここはいくついくつの熱流速です。というふうに全部決めていただかないと、そもそもやっぱり計算の仕様がないんですね。何を前提に計算していいのかわからないので。なので、本来は、モデルの災害集のすべての面に何らかの境界条件をつけているという必要があります。ただ、実際にユーザーの皆様にですね、モデルの外周の面には全部境界条件つけてくださいね、と言ってしまうと、ものすごく使い勝手の悪いシミュレーターになります。例えば立方体1個書いただけでも、6個の面に全部こう境界条件なんて貼ってられないですよね。で、それに対して、どういう処理をしているかと言いますと、お客様が境界条件を貼っておられない面には、自動的に外部境界条件というものを貼っていくという仕様になってます。なので、言ってみれば、この外部境界条件というのは、デフォルトの境界条件のことです。なので、お客様は意識しておられないかもしれないですけれども、ご自身が境界条件を貼られていない面には、全部外部境界条件が自動的に貼られてしまっていると。いうことを、ちょっとご理解いただきたいと思います。で、外部境界条件はもともと何が入っているかと言いますと、例えば熱であれば断熱っていう、一番無難な、設定がされています。でも、例えばですね、モデルをわーっと書きます。で、外周は全部、自然対流の境界条件にしたいんだよなっていう場合あるかと思うんですが、そのような場合には、全部の面を選択いただくのではなくて、もう境界条件は一切つけずに、外部境界条件のところで自然対流を入れていただければ、もう外周すべてに自然対流の境界条件を貼ったことになります。なので、ここの部分の動作についても、ご理解いただきたいと思います。外部境界条件は、もうお客様が明示的に貼られていない境界すべてに適用される境界条件になります。続きまして、線形解析と非線形解析というものの説明に入らせていただきます。フェムテットに限らず、線形解析、非線形解析というのは耳にされる機会多いかと思います。で、これそもそもシミュレーターを作る側の言葉なので、お客様にこういう言葉を出すのが適切なのかどうかわからないんですけれども、ただ、使う中で、ご理解いただいた方が、より安心して使っていただけるという部分もあるかと思いますので、説明をさせていただきます。シミュレーターは何をやってるかというと、フェムテットに限らず、有限要素法のシミュレーターっていうのは、わーっとこうメッシュを切って、メッシュのこのそれぞれの接点ですね、このそれぞれの点の物理量を求めるということをしてるだけです。だけっていう言い方はなんですけれども、してるだけです。で、何をしているかというと、連立一次方程式を最終的には解いています。接点の物量を、すいません。全部こう、X として、X1 から XX まで、実際には100万とか200万あるんですけれども、これがわーっとあります。で、全体として行列方程式の形でこう、表現されるわけですけれども、シミュレーターは何をしているかというと、方程式を作って解くということをしているだけです。で、この方程式を作って解くという作業が1回で終わるものを線形の解析。1回では済まなくて2回も3回も繰り返さないといけないものが非線形解析という分け方になります。ちょっと内部処理の、話になって恐縮ですけれども、これが基本的な、本来の意味での線形解析と非線形解析の意味になります。で、実際に例をお出しした方が、伝わりやすいかと思いますので、例をお出ししたいと思います。
最初の説明ではちょっと割愛してしまいましたけれども、応力の解析の中で大変異の解析というものがあります。どういうことかと言いますと、単純な肩持ち針ですね。肩持ち針の変形なんですけれども、大変異というもののオプションを使わずに解析をすると、解析結果がこういう解析結果になります。ここの先端が全く、Y 方向、左右方向に動かずにそのまま真下に降りていくような、こういう解析になります。なんでこういう風になってるかというと、内部処理の話をしますと、本当に変異がちょっとしかないという計算をして、で、その計算を定数倍してるだけなんですね。なので、例えば先端が、1ミクロンだか1ナノだかわからないですけれども、ほんのちょっとしか動かないときには、拡大するとこういう変形になってるんですね。ただ、実際には、変異が大きい場合には巻き込みが発生しまして、左右方向にも垂れ下がっていきます。で、これが大変異をオンにした場合の、解析になります。で、左側が非線形解析。大変異をオンにしたものが非線形解析になるんですけれども、どういうことかと言いますと、非線形解析、大変異をオンにしたときには、ちょっと変形させてモデルを作り直す。そしてちょっと変形させてモデルを作り直す。ちょっと変形させてモデルを作り直すということを繰り返すことによって、こういう大きな変形というものを表現しています。なので、行列の言葉で言えば、連立一次方程式、行列を1個作って解く。で、解いた結果を使って新しい行列を作ってまた解く。で、結果を使って行列を作ってまた解くという、いわゆる非線形解析になるのが大変異音の場合です。なので、一つ例をお出ししましたけれども、方程式を解くという作業を複数回行うのが非線形解析で、その、代表的な例として、この大変異というものがあります。幾何学的非線形と、呼んだりします。この言葉は別に、フェムセットに限らず、有限要素法のシミュレーター全般で使われる言葉になります。で、ついでといってはなんですけれども、幾何学的非線形には、大変異以外、もう一つ、大歪みというものがあります。どういうことかと言いますと、例えば、1ニュートンを押すと、0.2 だけ歪む、そういうものがあったとします。で、線形解析の場合には、一次方程式しか解かないので、当たり前ですけれども、2ニュートンかけたら 0.4 歪みますよという結果が出ます。じゃあ、5ニュートンかけたら物がなくなるんですか？ 6 ニュートンかけたらどうなるんですかっていう話になるんですね。応力解析の場合では、線形解析にはこういう限界があります。で、方程式の形を少し変えることで、歪みが大きい時にも、ちゃんと追従するような、内部式というのがあるんですけれども、それを実際に使って、また実際に、モデルをこまめに作り直しながら変形を追いかけるという解析があります。これが大歪みの解析ということになります。ちょっと大変異と大歪み何が違うのというふうに思われるかと思うんですけれども、ざっくり言いますと、大変異というのは何か根元のところがちょっと歪んだ結果、先端がものすごく動くというような、そういった首を振るような運動の時には大変異の非線形解析を使っていただきたいと思いますし、歪みそのもの、メッシュの一つ一つの三角形とか四角形が、大きく潰れていくような変形を解析する場合には、大歪みを使っていただくという、そういう形になります。もちろん両方使っていただいても結構です。こういった、2種類の幾何学的非線形というものもあります。あと、話がらっと変わりますけれども、接触の解析も、非線形の解析になります。これは直感通りだと思います。接触なので、どんどんモデルの形が変わっていくんですね。接触する場所が移り変わっていくので。なので、ちょっと動かしてはモデルの形を変えて方程式を作り直してまた解くということをバーッと繰り返しますので、接触の解析も代表的な非線形解析になります。もうここから先はバーッと羅列になりますけれども、例えば断層性材料を使いたい、クリップ材料を使いたい、粘弾性材料を使いたい、これらの解析もフェムテットの中で可能ですけれども、これらもすべて非線形解析になります。
話は熱解析に移りますけれども、熱伝導率が温度によって変わりますよと。材料の物性が温度に対して依存性を持ちますよという場合も、ちょっと温度を変えて方程式を作り直してまた解くということを繰り返すので、やっぱりこれも自然系解析になります。そもそも自然対流とか複写といった、方程式そのものが一次方程式でないものを、ああいった線形方程式で強引に解く場合も、これらも当然非線形解析になってくるということになります。以上で非線形解析の説明を終わらせていただきます。で続きまして、過渡解析全般に関する、注意事項について説明をさせていただきます。熱伝導解析でも、応力解析でも、過渡解析を行っていただくことができます。もう、時間ごとにこう変化を追っかけていく過渡解析ですけれども、まあ、過渡解析においては、時間を小刻みに進行させながら、もうステップごとにこう解析を行っていくんですが、代表的な、設定として、下の3つがあります。まず1つ目、時間のステップ、刻み幅ですね。一秒ごとにこう解析すると。一秒ごとの結果を求めていくというのであれば、時間ステップが一秒ということになります。で、全体として何ステップ解析をしますかというのがステップ数になります。なので、時間ステップが例えば3秒で、ステップ数が20だったとすると、始まってから60秒後までの、解析を行うと。まあ、それ、ステップに従って行うということになります。で、最後もう一つ、出力感覚というふうに書いてますけれども、ステップ数が非常に多い過渡解析を行った場合に、結果のファイルがもうやたらでかくなるんですね。で、お客様によっては、確かに最初から100秒後までの解析はしたいけれども、1秒後の結果、2秒後の結果、3秒後の結果、全部別に取っときたいわけじゃないと。5秒ごとに結果が、残ってればもうそれでいいよっていう場合あるかと思います。そういうものをファイルの出力感覚という意味で出力感覚というふうに呼んでます。まあなので、まあ全部残しておいていただいてもいいんですけれども、ちょっとパソコンの容量がシャレにならないということもあるかと思いますので、出力感覚を適当に設定していただくことで、取っておくファイルを少なくすることができます。熱伝導解析での過渡解析というふうに書いてますけれども、例えば、冒頭の、講義の中でもちょっと説明させていただきましたけれども、ボディ属性の中で、ある部材の発熱量を設定するときには、時間に依存性を持たせることができますよ、というような案内がこちらになります。別にこれは、発熱量に限らず、様々な境界条件に関しましても、時間依存性を持たせるということが可能になっています。まあ、こちらが実際に発熱量に時間依存性を持たせた時の解析結果と、いうことになります。まあ、実際にこんな風に設定したらこんな結果が得られましたという、まあ、ただ事例を出しているだけですね。応力解析に関しましても、まあ、全く同様でして、先ほどもちょっと言ってしまいましたけれども、変異、荷重、圧力といった境界条件に時間依存性を持たせると、いうことが可能です。で、あと、応力での過渡解析の場合、まあ、例えばこの、ボールの衝突の解析などをご覧になっていただくとわかると思うんですが、片方のボールには初速を与える必要があります。まあ、こういった初速の設定というものも、ボディ属性の中で定義していただくことが、もちろん可能です。最後になります。応力解析での得意点というものについて説明をさせていただきます。ですね、針で何か板をこうぐーっと刺しているというようなモデルのつもりで書いた事例になるんですけれども、この事例でよく問題になるのが、メッシュをいくら細かくしても全然応力が落ち着きませんよというようなサポート依頼をいただくことがあります。これある意味当たり前なんですね。針の根元にある圧力を入れましたと。じゃあ針の先端の圧力っていくつですかと。もう針が本当にとんがっていたら、針の先端ってこれ無限大なんです。で、こういう無限大になる点を解析しようとしたときには、いくらメッシュを細かくしても値は絶対に落ち着きません。
もっと、冷淡な言い方をしますと、真知である無限大に近づいていってるだけなんですけれども、こういう特異点が入ったようなモデルでは、いくらメッシュを細かくしても全然値が落ち着かないということが起こります。で、あともう一つ特異点に関して注意点があるんですけれども、モデルの中に特異点があったら絶対にダメというわけではなくて、特異点以外の部分はちゃんと計算できてますということは一つ知識として頭に入れておいていただきたいと思います。ざっくりよく言われるのは、特異点から2メッシュ以上離れた場所はもう大体大丈夫ですというふうに言われてます。なので、特異点はあっちゃいけませんという話ではなくて、あってもいいんです。あってもいいんですけれども、特異点そのものの値は使えません。で、特異点から2メッシュ以上離れたら大体大丈夫ですという話です。で、これを、お聞きになった皆様は、の中には、いや、自分は特異点とか関係ないしと思われた方多いと思います。でも、はっきり申し上げて、応力解析をされる皆様の中で、特異点と全く関係のない方は多分一人もおられないと思います。一つ例を出したいと思います。壁に、肩持ち針があります。で、肩持ち針の先端を少し下げます。こういう、ごくごく当たり前の解析なんですけれども、肩持ち針の付け根の上のここの辺ですね。ここ全部特異点になってます。付け根に丸みを持たせると特異点ではないんですけれども、本当に直角にここをモデリングすると、ここは特異点になります。で、特異点というのは決して珍しいものではなくて、複雑なモデルで発生するというものでもなくて、むしろ何かちょっと単純なモデルでこそ発生しやすいもので、どうしてもモデリングした時にはなんかざっくり書いてるところってたくさんあるんですね。で、そういったところっていうのは特異点になってる危険非常に高いですし、特異点は全然珍しいものではないということだけ、ちょっと頭に置いておいていただきたいと思います。なので、メッシュをいくら細かくしても応力の値が収束しないという場合には、もう特異点である可能性が高いというふうにお考えください。こちらの、ちょっと先ほどの針の事例をお出ししてますけれども、メッシュを細かくしていくと、もうどん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 応力が大きくなっていって、ちょっとも落ち着かないということがお分かりいただけると思います。まあ、ただ、全体のコンター像はと見ると、特異点以外の部分というのは別にメッシュが変わったからといってそんなに変わっているわけではなくて、特異点から2メッシュ以上離れたところっていうのは、もう大体ちゃんと解析できてますので、そこの部分はご安心ください。で、特異点が存在する場合、まあ、どういう対応が必要かということをざくっとまとめさせていただきました。まあ、これが、最後のスライドになります。考え方として、まあ、最も単純なのは、特異点の近辺ですね。2メッシュ以内のデータを考察対象から外すというのが、まあ、一番簡単で手っ取り早い逃げ方です。で、2番目としては、モデルに現実に即した丸みなどを持たせて特異点をなくしていくというのも一つのアプローチです。まあ、ただ実際にですね、先ほどの針の事例など見ていただいてお分かりになる通り、じゃあ現実的な丸みってどんなものかっていうのはほとんど分からないことが多いです。なので、2番目に書いているのは、まあ、一応書いているだけで、基本的にこれが解決策になることはないというふうに私は思います。で、あと、もう一つの考え方としては、シミュレーションやるときには、一つのモデルだけシミュレーションやるってことは少ないと思います。むしろ、構造パラメータ、まあ、寸法なんかをこういくつか構造を振って、構造の間で比較をすると。そのためにシミュレーションを使うと。まあ、何か構造を最適化していく中で、まあ、いくつものモデルでシミュレーションをするというのがほとんどだと思います。で、そういった場合などは、考え方をちょっと変えて、もうメッシュサイズを揃えてしまって水準間の比較をすると。で、まあ、特異点付近の解析値は、もう絶対値としては当然信用できないんですけれども、同じメッシュサイズであるならば、水準間の相対関係は、まあ、ほぼ、保たれるというふうに仮定してしまって、水準比較を行うというのも一つの考え方かと思います。まあ、実際にはですね、特異点付近2メッシュ以内のデータを考察対象から外すと言われても、実は応力集中しやすいそこら辺あたりこそが自分が知りたいんだということが非常に多いと思います。そういった場合にはこの3番目の考え方になるかと思います。それで、まあ1から3も結局全部ごまかしじゃないかと。
まあ思われた方もおられると思います。で実際ごまかしなんですけれども、で、そこでどうしても物理的に厳密に取り扱いたいという場合には、方法がありまして、そもそも物理的に厳密に扱いたいと言っても、真知が無限大なので、応力そのものを扱うということはできません。なので、こういう特異点付近、応力集中しやすい部分の、応力というのか、力のかかり方みたいなものを考察する物理量として、エネルギー解放率というものがあります。これが、応力集中点での、本来、まあ、厳密な意味での、フォーカスするべき物理量になるんですけれども、このエネルギー解放率などを使って考察をするというのが4番目の方法になります。で実は、フェムテットの中には、J 積分という機能がありまして、このエネルギー解放率というものも計算できるようにはなってるんですけれども、ちょっとここは説明がややこしすぎるので、詳しくは、フェムテットのヘルプの中の、J 積分に関する記述と、ご参照いただきたいと思います。以上で、応力熱セミナーの、講義の部分は終わらせたいと思います。何か質問等ある方おられますか？ありがとうございます。じゃあ、それでは、ここで、前半の、セミナーは終了させていただきたいと思います。